アイドルも俺は怒っている、怒っているではないけどもさ、あのなんか今の YouTube でキメえなって思うの、はっきり言って。マホドとかヘキトラとかさ、確かにヒカルをディスることはわかるんだよ。でもなんか悪者って勝手に決めつけてさ、確かに悪者かもしれないけど裏で何か動いてるのかも知れねえのに、バカがそうやって言ってるの、キメえんだよな。はっきり言わせてもらって、確かに俺はヒカル信者だけど、なんつうんだろうな、そうやって確かにヒカルをバカにした方がバカな、な YouTube キッズのは騙せんだよな。それ、ヒカル、ヒカルクソ詐欺師っていうの。でもなんかそれやってんの、増添陽一を死ねーって言ってたあのマスゴミと一緒なんだよ。お前らさ、あんな嫌いっていうかさ、マスコミとかテレビクソって言ってやってきたやつが同じマスコミ見せられてんだぞ。変更報道、ヒカルがどこが悪くてどうすればよかったのか。でもヒカルのやった功績、やっぱヒカルさんのすごいところ、俺はヒカルさん好きだし、いろんなものを中立的な全部好きなんで YouTube だから、ヒカルさんのすごいところってやっぱりそのね、中高年の方の層を持ってきたっていうのがやっぱ強いわけよ。確かにまあまあまあ元からあったかもしれないけど、やっぱその20代以上の票っていうのが取りにくにくいわけなんですよ、 YouTube っていうのは。やっぱりみんなが言ってることでピーみたいな感じのね、くっそしょうもねえことばっかやってっからね。だけどそのね、ヒカルさんは何をし始めたかって言うと、やっぱお金をいっぱい使う、お金を使うと見てるの気持ちいいっていうのって、やっぱ競馬だよね、競馬の力が一番強いと思う。そういうのをやってきた票があるんですよ。そのデータやっぱ絶対あるんですよ、増えてるんですよ。年齢層を高めてくれて、広めてくれた。確かにそのなんかマホとか言ってたよ、そのなんかもう俺マホとっていう、もう頭きてるから、だってただの老害だろマホとなんかよな。あなんか最近なんか当たり障りのね企画ばっかして、なんかデンジャラスとか、なんか気持ち悪いんだよ。その水溜りボンドの魔法と備って簡単なんで、内容が面白いのが水溜りボンド、まあ好みの違いもあるだろうけど、確かに面白いんだけど、それはただの9年の面白さじゃない、その9年のただの努力の面白さなんだよ。君にはあんな時に才能があっただろうって、ちょっと喉枯れちゃった。なんだけどな、魔法とさんってめっちゃ面白かったんだよ。あんなもうこれからの定番ドッキリ、 YouTuber といったらこれでしょみたいな、もうズドーンってくるような企画をバンバン出してくれて、そのイカれたおもちゃ紹介とか面白いわけで。でも今のはやっぱテンプレ、やっぱその最近まあ休止する前のヒカルと一緒、やってることが同じだった。今なんかそうだよ、全部単調でもやっぱそのだからリズムをさ、不規則なリズムで出せないのかなって思って、その東海オンエアってほんと好きでやってるんだなっていうのは、やっぱその200万人いても再生回数が30万のとかあるわけよ。いやーってそれって言うと本当にそのビジネスでやさ、うっせ、なんか変なノイズがする、すごいな、もうスマホまで俺の出来なんだよビジネスとしては最悪だけど、一番あれが YouTuber としていい形で、そのやっぱ真帆さんと東海オンエアの範囲って簡単なんですよ。真帆さんは頭が良すぎた、簡単に言って頭が良かったんですよ。頭がいいからみんなに合わせたんですよ。みんなに合わせたってどういうことかっていうと、あのバカみたいなサムネタイトル、よくフィッシャーとか水溜りボンドがやってる気持ち悪いタイトル、気持ち悪いタイトルと気持ち悪いサムネイル、ね、まあ、気持ち悪いもんには気持ち悪いもんが呼んでくる、まあ、それを真似したわけですよ。まあそれでやったら、今の時代っていうのは楽しそうにやって元気をくれるって、今はねもうみんな大体学生とかが病んでんの、病んでるから、それで楽しそう楽しそうって言って言うのが今ブームだと思うわけよ。うん、再生回数なんか見てみーよ、ヒカルのこと出さないと自分のチャンネル登録者数よりも稼げないんですよね。あんな大げさになんかなんだなんだ、いやなんかね、なんか知らない、病気になって入院しますって言わないとミリオン取れないでしょ、やばいっしょそれね。えねえ、じゃもうミリオン取るために何回骨折するんだよって。まあ骨折はしてないだろうけど、ひどいわけだよ、そのなんかもね。であともう一つ気持ち悪いのは、なんかね、そのポンポンタイムズ仲間やっていうのも一つのなんか成り合いじゃないけど、なんかそんな感じがするなって思って、まあ、いいんで休むのはいいし、毎日投稿しなくていいんだよってことは言いたいの、マフトさんに。その毎日投稿っていうのはすごい重要なんだよ。でも毎日目に見えるように頑張らなくたっていいんだよって話毎日投稿なんて目に見えるように頑張ってるようにしか見ませんよ。でもさ、やっぱりその質が低すぎるっていうかさ、そのテンプレ、もうテンプレにこういう感じをやってってなんかやっていくっていう、あーまあなんかあれこれデジャブって感じなの。毎日がデジャブこと真琴さん。でもなんかもうすげえ喧嘩売ってるみたいだけど、確かに。でも俺は言わせてほしいんだよ。なんでかって、真琴さんがすげえ面白かったから、昔が。やっぱそのね、カリスマ性があっても、やっぱチャンネル登録者数も、まあ、30万人話されてるわけでしょ。まあ具体、まあ言って、でやっとヒカルのことをね言って、でなんかご意見番みたいにヒカルに言いたいことはこれだとか言って、それキモい、
ね、YouTuber とか高一 TV 見習えよって感じ。高一 TV はチャンネル登録者1万人になったからって言って Twitter になりましたけど、いつもの平常運転でこれが YouTuber の鏡だろって言ったやな。やっぱり動画を作ることが、やっぱね、もう誠さんはね、もう飽きてんだよ。メグイン TV は飽きてるけど面白いものが作れる。でも誠さんは飽きててつまらないものが作れる。最悪の状態なんですよ。うん、まあ飽きてるかどうか知りませんけども、これ会えないですよ、こんなズタボロに行ったら。でもやっぱりその言ってくれる人がいないんですよ、誠さんに対して。ズカンって、なんでかって、やっぱ誠さんに言うと危ないっていうのはあるんですよ。なんでかって、もうファンがやべえやつらばっかなの。もうやべえやべえやべえ、もうドキュンばっかで、おいおいみたいな感じのね、あのギャングみたいなやつ、チンピラばっかなんですよ。で、女もなんかもう極道の女じゃないけども、頭のね、いかれた気違いばっか。うん、最近 YouTuber の女ファンには気違いばっかだな、本当によ。ウオタミになり、スカイピースのなんか、テオファミジンクラとかさ、もう、うっせえな、目覚ましよ。まあいいや。って感じで、やっぱりそのね、危ないんですよ。真帆田さんにそうやってバチンっていうの。うん、でも本当真帆田さんはね、9年やってきたけど、その、9年やってきてそれかいって感じで、もっと好きなことをやってほしいし、全然毎日投稿なんかしなくていいんですよ。そこなんだよ。だから、ヒカキンさんに毎日投稿しようとしたら無理。ヒカキンさんは、まあ、それはつまんねえ、やってることは。でも、毎日投稿しなくていいと思うんだよ。やっぱり、真帆さんがやる分野っていうのは面白いものを作る分野で、やっぱ、ダメだってね。ちょっとうるさいわ。なんつうんだろうな、まあ、はっきり言わせてもらうけど、まあ、はっきりだ、言ったんだよ。その最近の YouTuber がみんなこどもこどって、なんか真帆とファミリーみたいなやつらが言ってんじゃん。光はなんかね、上から目線で嫌だったんですよって。こういう時になってみんな一斉に叩く。クソだなおめえらよ。そうやって調子のいい時には触れないでおこうみたいな感じでね、光の真似しとこうみたいな感じでやっといて、で、なんすか、ヒカルが、落ちぶれたら、ヒカルはこういうやつだったんだよねって、ほんとお前らクソだよ、やってること。クズ人間だよ、やってること。なあ、ほんとクソしかいねえな、YouTuber っていうのは。なあ、お前ら動画ほんとに好きなの？なあ、動画好きならヒカキンしかいねえよ。まあ、これじゃ YouTube Japan クソだわ。うん。電子ゴミって言われる理由もわかりますわ。うん。まあ、YouTube 好きなやつ残ってねえよな。うん。俺 YouTube も好きだし動画も好き。でも編集も好き。ぶっちゃけ。編集全然できてないけど、編集ももう未開の地なんだよ。もうすべてできる。何でもできる。なんかその、なんか気持ち悪いなーって思うんだよ。俺に言わせてもらえれば。なんか仕事でやって休もうとかなんかさ、休もうとかヒカキンがなんか言ってんじゃん。確か頑張ってんのはわかんだけどさ、頑張ってますよアピールしちゃダメなんだよ、ヒカキンさん。その分かるよ、確かにそういう風潮、その裏側出していく風潮と、これ再生回数取れるの分かるけどさ、なんつうんだろうな、そういうのちゃうなって思う。ここまで今までね、その頑張ってるのを隠し続けてたのに、こうやって出して頑張ってるんですよって、な耐えきれなかったんだろうな、ヒカキンさんも。やっぱヒカキンはね、男の出るゴミとか言われたら嫌だよな。あんな毎日投稿2日頑張って撮影も4本とか、もうめっちゃバリバリやって、いろんな収録とかやってんのに、まあ、それが許せなかったっていうのは、それでやったんだろう、分かるわ。なんか YouTuber の顔みたいなことや、だからね、ヒカキンさんは。でも、それ YouTuber の評判を下げてくれたって、まほた言ってたけど、なんかね、やってもらうけど、マスコミの印象操作だから、そういうのっていうのは。マスコミがさ、その、なんだっけ、まあ、長谷川なんか後期 TV みたいな、俺のね、関連チャンネルに出てくんの。まあ、デブつながりで、出てくんだよ。でも、めっちゃ怖いや、あの人も。いかつすぎるだろうな。もうちょっと、もうちょっと、キャバババみたいな感じで可愛くすればいいのにな。なんか、鼻の、ひまわりのタトゥーとか入れればいいのに、頭に、うん、もっと可愛くすればいいと思うね。いかつくしなくてもね、ゴッツゴツみたいな、なんかプロレスラーみたいなネックレスつけてんじゃん。サングラスも怖えんだよそれな。もっとさ、ファラララララみたいなさ、俺なんかあんま怖くないっしょ。やっぱりそのうるさいけどさ、やっぱそのデブのキャラで、このうるさいキャラでやってる。でもやっぱりもっと弱々しくならなきゃいけないなって思って、強そうなやつが強いこと言っちゃダメなんだよ、やっぱり。その、うわ、こいつ弱そうみたいな、だから痩せようと思いまーすってね。でも俺なんか弱そうじゃん。もう陰キャっぽいじゃん。もう、生きるオタクっぽいじゃん。もうこの髪型。ね。なんかホットドッグの下。黒焦げのホットドッグの下みたいな髪型だけどさ。てか、こう前から見たら違うんだなって言って。1ポンドステーキだな、これのデカさはね。これスパンって言ったら脳みそ取れるから。うん。取れないよな。
でも言わせてほしいのはやっぱね、YouTuber っていうのは、素人っていうのは違う。なんか素人っていうのは意味わかんないんだよね。YouTuber のプロってものがあるだろうし、まあ、プロなのはわかるだろうけども、頑張ってるのはわかるんだけど、面白いものを作ってほしいし、まあ面白いものを作るのは難しいんですよ。やっぱり僕たちの価値観に合わせるってこと、それはもう無理難題。それを合わせてくるっていうのはやっぱその常人の域を超えてる。それだけでもすごいんですけど、やっぱり自分の面白いもの楽しい、やりたいという曲をやってほしい。やっぱりやりたい時にやるっていうスタイルがいいと思うし、その無理なく動画投稿しておいてほしい。確かに待ってるファンがいるかもしれないけど、ファンの意見に耳を傾けたらもう終わりなんですよ、YouTube っていうのは。やっぱ自分の面白いことをやっていく。休みてえ時には休悪口言いたときに終わる。確かにファンに感謝をするのは重要、ファンを愛することは重要なんですけども、でもファン第一になっちゃダメです。やっぱ自分の楽しい第一でも感謝とだあの第一にするのは別、その自分の楽しい動画を撮っていくっていうのが重要、自分のペースで。でも毎日が毎日頑張るってことで、その毎日休まない、毎日頑張ることが、毎日頑張らないことが休むことじゃないし、なんつうんだろうな、まあ、とにかくまあ、1秒たりとも YouTube 以外のこと、YouTube のことを考えながら何かを考えるってことがいいかもしれない。で、まあ、誠さんってさ、リベルタスもなんかブランドみたいなの作って、カイワレハンマーまた復活して、大変じゃん。そりゃ毎日投稿きついの分かりますよ。つまんない動画出るの分かりますよ。うん、でもつまんない動画よりもなんか面白そうな動画で、やっぱさ、あのサムネイル やべえし、みんな同じなんだよね、みたいな感じでさ、障害者のものなんか知らねえけどさ、もうあんな訴えられるんだって言ってね、俺の発言が訴えられちゃうな、ほんと気持ち悪い、気持ち悪いから、みたいなさ、もうほんと猿かよ、それよ、なあ、ここ動物園じゃねえんだよ、なあ、動物園の、なんかその、ね、珍獣コーナーとかじゃねえんだよ、変顔ばっかしてんじゃん、面白すぎたって、そんな面白くねえだろうがよ、なあ、普通の企画、俺みたいになんかアホみたいなタイトルつけろよ、なあ、もうなんかほんとクソなんだけど、YouTuber はクソだけど、面白いやついっぱいいるんだよ。俺やっぱ虹色カンパニーは、面白いと思うんですよ。好きなことやってそうだし、面白いしっていうのはありますよね。やっぱりその、面白い。単純に面白い。それいいと思うんです。あー、かゆ。かゆうま。いや、あんまうまくないっす。まあ、俺もクソみたいな動画いっぱいあげてますけど、でも俺は面白いもん作ってるんだよな。でも俺は俺でいいと思うけど、やっぱその人気になろうとしちゃダメだよ。今から YouTube 始めるから。動画が好きなやつだけ YouTube やれっていうのは言いたいし、 YouTube じゃなくてもいいんだぞ。デイリーモーションでもいいし、ニコ動でもいいんだぞ。なあ、ミックスチャンネルでもいいんだぞ。なあ、ミックスチャンネルは猿でもできるらしい。まあそんな噂聞いたことねえけど、その面白いもん作るって無理なんですよ。自分の面白いものを作るっていうのを一貫して、もう一貫して自己満足でいいんですよ。ねえ。だって自分が満足しねえ動画を上げて何が楽しいんだよ。言わせてもらうけど、自己満じゃんっていうやつけど、まずは自己満足だろ。悪いリスナー。よくリスナー的視聴者いるじゃん。自己満足動画じゃんとか言ってるけどさ、まあ、自分が満足しない動画を上げて何が楽しいんだよ、YouTube やってて。なあ。客じゃねえんだよ、おめえらは。うん、だから俺のやりたいものはもうディズニーリゾートじゃないけど、そのあれだよ、もうキャストとゲストっていうね、クソみてえな関係作りてえと思う。うん、キャストとゲストっていうのをもうね作っていく。もう演者だ、みんな。コメントも一つの演者。やっぱテレビに勝てるわけないんだよ、俺だけの力じゃ。どんなに面白くたってテレビの編集力にも勝てないし、演技力にも勝てない、ドラマにも何一つ勝てるものね。でも一つすごい要素があるんだよ、YouTube には。コメント、みんなの決断力、みんなの面白コメント、それが一つ合わさってテレビに勝てるんじゃないんだか。なあ、 YouTuber たちがな、面白いことやってテレビに勝てるわけねえんだよ。でもお前らが Twitter で何か言ったり、動画でうわ面白いとか、お前が面白いコメント書いてあるとか、そのね、いい雰囲気を出すような、なんかもういいコメントを書く、それだけでテレビに勝てんだよ。一つの文化になるんだよ。お前らの力が必要。あと、YouTube を金稼ぎしようとするやつが多すぎる。YouTube は金稼ぎの場所じゃなくて趣味の場所なんだよ。再生回数こじきばっか増えたな、YouTube っていうのよ。だから俺もね、やっぱりその、絶対 YouTube を本業にしちゃダメだと思って、やっぱその趣味の延長線上ってやつ、遊びの延長線上って東海マンメン言ってて、俺もそうなんだよ。なんでかって、やっぱその、何でも仕事にしたらつまんなくなるんだよ。絶対に。だから提供動画っていうのは絶対やっちゃいけないと思う。ゴミだから、うん、提供なんかゴミだから。俺はやったらその
喉枯れてきたの喋りすぎて、うるせえ声で喋りすぎてさ、そのなんかよくやってんじゃん、バンドルカード。俺バンドルカードとカインズホームのこのシュレッダーどっちが強いか試してみたっていう動画しか思いつかまない。もう破壊的なことをやっていきたいね。あれなんだ、なんかクソゲー紹介って言って提供使うってね、タイトルクソゲー紹介って言ってるのに今日は提供ですっていうね、もう煽っていく、こうやってもう企業に中指立てていくスタイルでね、もうなポプテピピックみたいだね、やべえやつるじゃん。そういう破壊的な YouTuber やりたいんですよ。うん、じゃあ来いよみたいな弱っちいやつが来い来いよって調子でブーンってブー痛いよーっていうようなね、茶番。もう俺のチャンネル全部茶番だから、始まりから終わりまで全部茶番よんよんよん、全部茶番なんすわ。うん、でも言っとくけど YouTube 界で一番面白いのはわしじゃ。わしが一番面白い。俺の動画見ろよな。最近ヒカルのパロディやって意味わかんねえワードが出てさ、呼吸屋台ってなんだよな、見せ物小屋じゃねえかよ。呼吸を失った人間たちが呼吸を知るために、その呼吸屋台っていう、もう呼吸をいらなくなった人間たちが忘れらされた呼吸を見に来るための屋台、それが未来の屋台、呼吸屋台ですっていう変な、もうね、クソ見て、クソクソ、いや俺最高の作品だと思ってんだけどね。クソって言っちゃうのはみんなクソだと思ってるんだろうなと思ってる。俺はもうなんだろうな、もうあれですよ、ね、タイタニックの3倍面白、なんか凄みのある動画を作ってるつもりなんですけどね、はい、もうタイタニックの3倍感動します、僕の動画見ると。まあ、いろんな意味でね。それ自虐も入ってるんじゃないか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 い、もうテンションでね、勢いだけでやっていこうと思います。勢いでバン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 ブンブルンブルンブンブンブンって言ってね、ちょっとよくわかんない擬音が出ましたね。バンバンバンドルカード好評発売中。発売はしてないよ、バンドルカードはね。中高生でも使えるクレジットカードとか意味わかんないことしてんじゃねえよな、電池めよ。ラムとコラボしねえと提供動画できねえのかおめえ。面白い動画作れないで提供やって、ラムなんか勢いのある、なんか、同じ YouTuber。絡まねえと、これ、再生回数取れないんすかっていうか、バンドルカードみんなやりすぎでしょ。クソみてえなカード紹介しやがってよ。なあ、中高生なんかよ。なあ、500円玉持たしときゃいいんだよな。あんなもうなんか紙袋みたいな500円入れときゃ、まあ、500円パーンってぶん投げときゃいいんだよ、その15年なんか。バンドルカードなんかいらねえんだよ。無駄遣いすんだよ、あいつらや。なあ。そんなクレジットカードなんかいらねえんで、デュエルのな、遊戯王で済んどけ。なあ、女はなんだ、めんこで遊んどけ。なあ、ほんとにや、バンドルカードなんかいらねえんだよっていう老害の考え方です。と勉強しろ。シュ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 プシッ、うわー、ブーメランか、刃のブーメラン。やめます、さすがにね、ちょっとね、なんかカイジのモノマネをしてる、35流、俳優みたいなね。35流ってもはや犬に失礼。じゃあビッグバンということでね。でもビッグバン定理よりもロック定理近いな。ビッグバン定理よりもね、ロックフェラー定理の方がすごいね。全ての物語はロックフェラー財団に行き着くんでね。はい、ということでね、まあ、今回の意味のわからない陰謀論でした。ということでね、まあ熱く語れましたよ。喉つぶれました。3日は動画撮れませんっていうのは嘘です。普通にね、撮りませんよ。撮りませんっていうか撮ってるんですけど、その動画上げない理由じゃなくて気分なんですよ。暇な時に動画撮って、暇な時に投稿する、で暇な時にタイトルつける、この3個だからね、9日くらいかかるんですよ。最終的には10日かかるんですよ。でも10日で20本くらいですから、うち10日で5割だからでね、10日で20割だから、ね、意味わかんねえよな。 2000% って意味がね、 200% か、うん、ちょっとやべえ、95割はいってことね。35億割なんか必殺技だよね、兜割りのめっちゃ強い35億割ってね。名前のくせにダメージ弱そうだよね、絶対。で35億って何あれ、ね、ムカつくな35億ってよ。男何人いると思ってんの35億。もうさ、インドとかでいろんな性別の人とかいるのにさ、35、なんか男、そのやっぱそういう性同一性障害の人とかもいるのに、人くぐって男35億ってブルゾンチェミさん、それ差別やないですかっていうね、あの意味のわかんないノイジーマイノリティでーすね。ということで、ヤンキーの皆さんはまんじゅう使うのやめてください。なぜならばそれはハーケンクロイツを彷彿とさせるので不謹慎でーすというね、お決まりの終了のね、ご挨拶ということでね、20分まで粘るぞ、あと10秒だ、粘るぞー、やめたー。
やめなーやめた。バイビーって言うと思ったか。20分やめまーす。はい、嘘でーす。今カチッって言ってるでしょ。終わったと思った。終わってねえんだよ。俺のな、暴走列車、改造列車だからね。うん、10秒で5000キロ出る車だから。うん、リニアモーターカーもびっくり。目、ね、尻尾逃げて、ま、逃げちゃう。尻尾巻いて逃げるね。尻尾逃げて巻いちゃう。やばいね、それはね。尻尾が逃げた、巻いちゃうってね。ほんと意味が。やばいもん、それはね。もうすごい。スナックワールドみたいですね。スナックワールドっていうね、言葉使いたかったんすわ。ね、人生に37億度くらいね。1兆度くらい使いたいわ。スナック、ワールド、スナック、スナックワールド。よく言うじゃん。ピジャって10回言って、ピジャ、ピジャ、ピジャ。千鳥か。な、千鳥が何々じゃっていうの。ピジャ。いや、つまんねえな。ピピ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 ピ、ザザザザザザザ。ここは何？肘。はい、ね、つまんない。うわ、すごい超速球でボケ来るーって思ったら普通。普通なんかもう、ジャンボとかね、なんか言いそうだと思うじゃん。ノーノー。しっかり僕、根は真面目。根っこは真面目。土は腐ってますけどね。はい。よくわかんないっす。ゴリアピですよ、これ。もうちょっとね、ほんと、ババババババって言っても、ね、もう、ルルルルってやっていくんでね、もうほんとね。まあ、今回、まあ、皆さんに伝えたいことはね、あの薬飲んでまで何かするなとか、お酒飲んでまで何かするなってことですよ。やっぱ辛いから薬飲んでまで何かするってことは絶対しない方がいいと思いますよ。はい。ね、そんな薬飲んでまで無理やり行くところなんか行っちゃダメだからな、そんなんよ。うん、そんなん絶対やめた方がいいよ。どんなに何かがかかっていても、やっぱ薬をかけてまで行くっていうのはやっぱやばいよね、それ。うん。ってことは、体が重要なんですよ。寿命を減らしてもそれにやりたいのかっていうのは、まあ。でも、やった方がいいのかな。よくわかんねえけどさ。でも俺はね、やっぱ人生毎日チャレンジということで、毎日チャレンジ、今日は、あと30時間寝ませんっていうね、2日目に持ち越すっていうね、今日、なんかそのね、単発チャレンジしろよってね、けん玉10回連続でできるまで寝れまてんって言って、それも明日に持ち越すか。唾液吸引。唾液吸引。完了しました。ピポー、ブルブー。ルンバの音。30年後のルンバ、空中に浮いちゃう。これドローンや。え、30年後のドローンわからん。え、これルンバちゃうわ。ということで、次回の動画で会いましょう。次回の動画は多分4年後にはなりません。4年後になりますって言って、その僕根は真面目だからって言って、そのね、4年後に出すとかしません。4秒後くらいには出しません。あって言ってね、この動画すごい、あのね、1週間か、僕が撮った、今日何日だ、9月12日のね、まあ、あの10月1日のね、ワンピーススペシャルの日にね、出すかもしれませんということでね、もうほんと喋りすぎて、もう5日は喋れない。イツキン TV とか、じゃあね、バイ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 。余韻でした。